はい、今日のテーマワンカラワンカラで思い出したのが、娘が保育園に通ってた時のこと。運動会で子供と父兄が交互に走るリレーがありました。父兄はみんな本気必死に走ってました。すると順番待ってた夫が、あー俺の前に子供が走ってないといいな、抜かせないし。夫は足は速い方なのに一瞬何言ってるんだろうと思いました。でもリレーは混合なので子供と大人が一緒になることもあり、ほとんどの父兄はもちろんすごい勢いで子供を抜かしていきます。でも夫は勝ちたい気持ちはあっても子供は抜かしきれないと言ったんです、うん、私はそんなこと思いもつかなかった自分が恥ずかしくなりました。そうだよ、子供みんなが主役の運動会なんだと思うと同時に夫の優しさにハッとさせられました。いいね、ここでまた惚れ直したね。ね、さっきのお話、かわいいエピソード、うん、私たちは抜かしますけどねさーっと迷わずよ、迷わずよ、大人の本気を見せたいよ世の中こんなことで回ってないよっつってね覚えてください、後で感謝するからね、バイバーイって。本当にそのタイプです。最低、人として足りないものが